メイコさん、こんにちは。あの、今大丈夫ですか？あら？私たちお客さんとして来たんじゃないんです。ん？実はメイコさんにはこの前もお世話になったし、何かお礼できないかなってアンちゃんと相談してて、それでお店のお手伝いをするのがいいんじゃないかなって思って。だから迷惑じゃなければ私たちにお店のお手伝いをさせてほしいんです。よろしくお願いします。よし、じゃあやろう。メイコさん、準備ってあと何が残ってますか？じゃあ、準備ですか？へえ、そうだったんですね。興味あるなら小羽がそっちやる。私テーブルと床の方やるからさ。いいの？ありがとう、あんちゃん。うん、メイコさん、布巾借りますね。ええ。あのメイコさん、カップとソーサーってどんな風に選べばいいですか？それじゃあ、このアンティークのカップかっこいいかも。これを布巾で拭いて。メイコさん、こんな感じで大丈夫ですか？そうね。メイコさん、テーブル拭き終わったので次床やりたいんですけど、モップありますか？はあ、やっと一曲終わった。ありがとう。ちゃんを見てると私ももっと頑張らなきゃって思うんです。私があんちゃんの相棒だからです。私が歌うようになったきっかけも勇気も全部あんちゃんがくれました。あんちゃんはラッドウィーケンドを超えるイベントをやるっていう夢にもまっすぐ向かってて、私にないものをいっぱい持ってるんです。だからあんちゃんの相棒って胸を張って言えるように頑張りたくて。はい。ありがとう。え、いいんですか？ありがとうございます、メイコさん。そら、はーい。ねえ、コハネ、さっきモップ探しに行ってる時に聞いちゃったんだけど、私のこと大好きなんだって？あ、それは私も大好き。うん。あんちゃん、くすぐったいよ。そうね。
うす。いらっしゃい。うん。ねえ。よかったわね。ほら。それなら。でも。でも。そう。ほら。そうだね。そうね。ええ。だから。そうだね。うす。きっと。あら？じゃあ。うふっ。